あれ？これ配信できてるかな？配信できてるかな？配信は生きてるかしら？はい、戻ってきました。どうでしょう、配信できてるかしら？終了しちゃった。あれ、回線切れた。ひろさん、たかこ戻ってきたよ。みやびさんおかえり、ただいま。ひろさんおかえり、ただいま。なんか落ちちゃったね、配線。ちょっとやり直しました、すいません。こっちの方でチャットが来てる。いたたたたたた。モンゴルマンさんのバナナが痛いだぷ。ちょっと待ってね。あれ？もうもらってるじゃないか。もらってる人は、ダメです。もうもらってる人はダメです。はい、よかった。はい、戻ってきました。失礼しました。なんか配信が、途中で切れちゃいましたね。ごめんなさい。おかえり、ただいまー。おギャル配信違います。キヨさん戻ってきた。ありがとうございます。なんか切れちゃいました。すいませんでした。ロックリーさんいらっしゃい。今日やっとクローン貯めてブラスター V チャレしたら、即失敗でないと。ダメが全くなかった。あ、ダメがないの、なんかガーンってなるよね。お疲れ様でした。ないチャレでした。 V は通らないんじゃ、なかなか V はなかなか通らないんじゃ。ロクリさんもうクーポンもらいました？2月のクリエイタークーポン、もしまだだったら、あの黒い猫宛てに密談くれたら、このお返事でクーポンお送りします。海上騎士団のヘルム。ちょっと待ってね。モノモノ交換、今日はね貿易じゃなくてモノモノ交換です。バレミ島、もらってない。今もうゲームを落として、ふと、そうか、それは残念である。それは残念である。多分ね、クリエイターさんが、多分、どんどん配ってるので、黒い砂漠クリエイターの配信見つけたら、ぜひ、もらってください。結構いいものもらえるんでね。バレミ島ってどこだ？なんかこの辺ですね。マジっすか？うん、マジっす。マジっすよ。なんか、いろいろもらえたよ。なんだっけなぁ。ちょっと待ってね。ラニーさんからのやつ。オアシスの祝福箱。オアシスの秘密箱、高級エリクサー箱3個、高級霊薬箱3個です。で、オアシスのなんちゃら箱は、なんか開けるといろいろ出てくる。まあ、すげえいいもんじゃないけど、もらうとちょっと嬉しいもんです。まあせっかくなんでね、誰かからかもらってください。配信お疲れ様。いや、まだ終わらん。まだ終わらんよ。まだ終わらんよ。まだ終わらん。いや、でもさ、なんか突然切れちゃったから、ちょっとびっくりした。これを、今、ん？ヘルムを運んで、モノモノ交換して、カラスコインになる。4回交換できるんだね。うんうん。こんな感じ？船遅っ。
青装備作んなきゃな。まさきさん復活してた。うん、復活した。ただいまだぷー、ごめんね、切れちゃって。なんでだろう、なんか突然 OBS が落ちてた。びっくりしちゃった。ごめんだぷー。2回にわたってお送りしております。まあそういう、そういうこともある。まさきさん停電してるところがあるみたい。まあこの雪だからな。まあどっか停電しててもおかしくはないと思う。くるくるになったからこっちの回線かなーってリロードしたよ。ごめんだぷー。こっちだった。なんか OBS がおかしかったね。なんかね、お待ちください画面から元に戻んなくなっちゃって固まってた。なんだろうね。なんかいろいろ立ち上げてるから、なんかちょっと不安定になってたかも。ごめんだぷー。キヨさん、停電。停電した方が地球には優しい。確かに。まあ確かにそうなんだけれども。そうなんだけれども。あそこだね。もうちょっと。あ、黒い砂漠チームです。サービスチームです。なんか、アナウンスが来たぞ。なんだ？毎日もらえる特別報酬。デイリースペシャル&スペシャルパスが終了だって。イベント終了後は報酬すべて消えてしまいます。ミニマップの横にあるカレンダーアイコンをクリックして報酬を受領してください。だって。え、どれ、これ、デイリースペシャル。あ、ちゃんともらってるよ、大丈夫。みんなこれもらい忘れてないか？もらい忘れてると消えちゃうってさ。まあここにいる人たちは大丈夫だと思うけど、多分知らんけど、もらい忘れないようにねってアナウンスが出てた。ああ今日は雪だからな。やだな、早めに寝ないといけませんね。まさきさん、大丈夫であります。よかったであります。いや、明日出勤の人はちょっと、頑張ろうね。私も今のところ出勤予定でございますが。みやびさん、受け取り忘れてました。おお、危なかった。早めに受け取っておきましょう。危なかったね。水曜日で消えちゃうってよ。危なかった。このミニマップの横のカレンダーのデイリースペシャルっていうところから忘れずに受け取っておきましょう。危ない危ない。ねえ、危なかった。あさってだからね。まだ間に合う。大丈夫。まだ大丈夫だよ。さあ、これカラスコインと交換したら終わっちゃうな。ヒロさん、最近ね、砂漠モチベが下がってて、馬放置しかしてない気がする。うん、私もあれよ。加工か釣り放置しかしてないよ。ほぼほぼ。加工もしくは釣り放置です。だって貿易ができないからやることないんだもん。かろうじて配信をするときに、アクセのあれを、改良素材を集めに行くぐらいかな。なんか配信だからなんか頑張ろうっていう、もう配信でなんとかギリギリ保ってる感じです。多分配信してなかったら砂漠やってないだろうな、きっと。最近ね、パルワールド始めちゃったので、
釣り放置して裏でパルやってる。パルワールド始めましたっていう替え歌もなんかツイッターにあげた。かくりゅうさん、ひろみさんはデキやハイモリにこもってるじゃん。あ、こもってんだ。まさきさん、まず出勤時の道のりで転ぶ可能性があるから歩くのをまず注意。そうだね。安全な靴履いていかないとね。ヒロさん、クリエイター辞めたし砂漠配信しなくてもいいけどって感じ。あれ、ヒロさんクリエイターじゃなかったっけ。そうか、じゃあ無理してやんなくてもいいか。ランチズマさん、それでもそれでツンクビ700個用意ってすごい。そう、ツンクビ700個集めたのはまだ貿易やってる頃だったんですよ。まだ貿易やってる頃です。もう今は貿易がないのでね、ほんとどうしていいのかわからんだぷ。4ガラスコインに交換。よし、あとどうしよう。一旦イリア島行くか。この残った2個をイリア島にしまって、でエフェリアに戻ろうかな。ヒロさん、こもってないよ。こもってないんかい。サンドさん、こんねここんねこいらっしゃい。スタンプいっぱいありがとぶー。今日はモノモノ交換やってます。ヒロさん、息子の受験とか考えるのに。おう、ヒロさんの息子さん受験か。大変じゃの。お父さん、砂漠やってる場合じゃないんじゃないのか？大丈夫か？ヒロさん、一旦やめたんだけど、方針決まったから、いつでも再開できるんだけど。ん？どういうこと？方針決まった、あ、息子さんの進路？ってこと？なので、お父さん砂漠やってても大丈夫ってことかな？かな？高校受験ですか？大学受験ですか？それとも、お受験ですか？まあ、何にせよ、お受験は大変だ。そうそう、進路決まって息子勉強し、息子勉強してないんだ。そうか。まあでもね、学校入れたなら、よかった。決まったならよかった。まあでもなんだかんだでさ、社会人になっても勉強はするんだよ。生涯勉強。ルーデーさん、今、幼稚園からお受験あるのよね。そうそうそう。幼稚園からね、お受験あるとこあるよね。大変。かわいそうだよね、幼稚園でお受験とか。まあ、本人やりたくてやってならいいけどね。ヒロさん、チカさんにいっぱい相談していろいろ教えてもらった。あ、そうなんだ。チカさん、その受験界隈も詳しいの？何でも知ってるね。アスチカ。ランチズマさん、社会人になってからの方が勉強してる気がする。そう、そんなもんよね。結局。なんか、まあ、学生は勉強が本分ではあるけれど。結局、社会人になってから、ずーっと勉強ですよ。あさきさん、田舎だったから高校くらいしかお受験なかった。そうか。下船。チル。ダリオ。修理して、ほんで、船着き場で補給して、んで、これをしまう。よし。これでよし。
フェリアに帰ろう。下船のショートカット使うと降りるの役ねえ。この乗船ボタンとか下船ボタン、これいいよね、便利よね。いつの頃からかこんな便利機能ができてた。復興、え、復興してフェリア戻ろう。エフェリアに戻るプール。あ、そうだ、その前に馬レースやる人いないかな。あれ？あれ？あれ？どっち向き？動いてる、動いてるね。もう重なっててわけわからん。これ船乗ってる時ってダメなんだよね。馬レースやろう。石しっぽ。馬レース。募集。ギルチャでも。馬で、石しっぽ、募集。マッチングするかな。まさきさんの、はい。あ、来た。マッチング完了。承諾。よし、来た。さあ、頑張るぞ。やっぱ夜は割とすぐマッチングするね。さあ、頑張りましょい。どうしたら早く走れんのかね。特急車取り出す。昼間は全く、まあそうよね。昼間はなかなか。馬レースってなんかもらえるの？なんだっけ？なんか参加賞でもコインだっけ？なんとかコインが、あ、違う。なんとかコインがもらえて、え？どこで見んだ？あ、これ見れないか。え？どこで見んだ？こうこう。なんか、なんとかコインがもらえて、なんかと交換できんだよ。こんな感じ？あれ、ギルメンが一人もいない。やば。これは、忖度なしのレースになってしまった。やば。ギルメンがいないぞ。困った。やば。ドボーン。なさきさん、ジェティナさんから依頼を受けて、まどろみ素材の無双の羽がもらえる。週刊依頼だそうです。お、カウントダウン来た。あ、シャルトリューズさん、こんねこ、こんねこ、いらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。馬レース、やってます。えい。頑張れー。ファイトだぷー。ファイトナップ。お、いいぞ。前に出た。前出たぞ。前出たぞ。えい。よし。いけ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 ーい。お、いいんじゃないか？今回。スタートダッシュ決めたぞ。スタートダッシュ。うわー、なんか早い人が迫ってくる。怖い怖い。早い人が迫ってくる。怖いよ。頑張れ。頑張れ、私。いやー、早い人が来るー。うわー、早い人が迫ってくる。怖い怖い。
あー、抜かれたー。抜かれたー。あれ、いつの間にか3位だ。あれ、ぶっちぎってたと思ったのに。いつの間にか。いつの間に、あ、みんな、ショートカットしてる。みんなショートカットしてるぞ。やっぱショートカットしないと上位は狙えないのか？わあ。みんな早い。すごい、すごい。全然追いつけない。全然追いつけないだぷ。なんかさ、もうドリフトもしなくてよくなっちゃったから、楽にはなったけど、面白くもうなくなっちゃったよね。あらあら。いや、全然追いつけない。全然追いつく気配がない。これ、何なんだろう？このスピードの差。なんか、この配信直前に、ルキリンがやってたレースでさ、もうほんと私ギリッギリで 3位に滑り込みセーフでしたけど、あともうちょっとでゴールできないとこだった。危なかった。やば。わあ、もうカウントダウンされてる。なんとかゴールはできたか。いい、恐ろしいや。団地妻さん、まどろみの素材もらえるのか。そうそうそう。ふう、なんとか3位入賞です。ふう。ヒロさん、一回もやったことないから、装備すらないから、ゴールできるのかしら。多分ね、最初はできなくってもやってるうちにできるようになる。あとは、あれよ、ゴールできるかどうかって、1位の人がゴールしてから10秒以内とかだから、ギルメンが忖度してくれれば大丈夫。大丈夫です。さあ、もう一回やろっか。もう石しっぽもショートカットしないと1位無理ですね。そうだね。でもさ、ショートカットがわからんからな。挑戦。中からでも乗れるんだ。あ、違う。そう。石しっぽ。石しっぽ。入場。んで、挑戦。で、エフェリアへ。エフェリア。あ、マッチング待ちながら移動しましょう。やっぱショートカットを覚えないとダメなのか。あ、もうマッチングした。早い。やっぱ夜は早いね。いいですね。あ、頑張るぞ。今度はギルメいるかな。ねえ、ギルメン以外の方を、名前表示してないので、あ、いた。ギルメン1名発見。さあ、頑張りましょう。次は、1位取れるとは思えんな。なんか早そうな人がいるからな。でも頑張るよ。なんとか、ゴールはしたい。ゴールはしたい。なんかな、スタートダッシュ良かったのに、いつの間にか3位だったからな。なかなか、大変だね。馬レースも上位に
1位2位取ろうと思ったらショートカットを覚えないとダメだ。30秒後に開始ダップ。さあ、行くぜ。頑張るぜ。あれ？カウントダウンしないね。生まれ。来た。8、7、6、5、4、3、2、1、出発！最初が、なかなか、よし。ここだよ、ここ。ここ大事。最初大事だぷー。えい。ビリッケツー。ダメだー。ビリだー。ダメだー。これはダメな感じ。あー、スタートダッシュができなかったー。悲しいだぷー。えい。走れー。あー、ダメだ。これは。ビリコースだ。悲しい。あ、なんかショートカットいるな。えい。これは、曲がりきった。いやー、抜けないよー、抜いたぞー。抜いたぞー、なんとか4位まで来たぞー。いけー、走れー。頑張れー。なんかさ、もう、後半からの加速がないから、なかなか、あれだね。前の方が抜きつ抜かれつしてたから楽しかったのにな。もうなんか、全然追いつかないぞ。くそー。追いつける気配がない。あー、やっちまったー。えい。よし。走れー。ふぅ、もうカウントダウン始まってる。これ、ゴールできるのか？大丈夫か？うわー。1、あー危なー。ダメだ。間に合わなかった。うわーん、完走失敗だよー。うわーん、今行けたと思ったのになー。ギリギリゴール行けたと思ったけど、ダメでしたー。悲しい。なんてこった。ゴールできないとか、悲しい。え、これ、どうしたらいいの？どうしたらいいのかしら。もうどうしたらいいのかわかりません。みんななんであんな早いんだ？やっぱショートカットなのか？難しいね。あ、とりあえずエフェリアまで帰ろう。いやー、楽しかったね、馬レース。参加していただいた皆様ありがとうございました。まさきさん、レース場を今度変えてみるかな。なんかさ、他のところ、ベリアとかさ、なんか配信でやってるの見たけど、結構コース難しそうだったよ。まさきさん、ショートカットですね。やっぱりそうか。
ショートカット覚えないとダメか。悲しい。もう、あれだね。馬レースも初心者向きじゃなくなっちゃったね。普通に、ね、なんか順位が後ろの人の方が、加速がわーって、なんか加速してたから、結構前は抜きつ抜かれつして面白かったんだけど。モンゴルマンさん、赤い甲羅投げれるようにしたらいいプー、それマリカーな？なんかそういうのあっても面白いかもね。まさきさん、ベリアは難しいがゆえに、ガチ勢も失敗することあるから1位狙えるかもしれない。マジで？いやいやいや、1、いやー、ガチ勢が失敗するということは、エンジョイ勢は、もっと失敗するってことだよ。キャルトリューズさん、バナナ投げつけられるようにしたらいいだぷ。ねえ、そうだ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 ぷ。バナナが痛いだぷ。つるって滑って、くるくるくるって回っちゃうんでしょ？マリオカートみたいなね。そういうのあっても面白いよね。これはいいと思います。いたたたたた。チカさんのバナナが痛いだぷ。まさきさん、まあ失敗してもペナルティーないから、いろいろやってみるのもあり。まあそうだね。いたたたた、キノコも痛いだぷ。チカさんがいじめるぷ。今日はもうエフェリアに戻って終わろっかな。なんか画質最低のままだった。まあいっか。なんか最低画質だと海真っ黒だね。母さん、キノコ投げたのに加速しないぞ。そうだね。連動してないからね。ふう。いやー、なんか関東の皆さん、明日ねえ、多分雪が凍って朝は滑りやすくなってると思うので、出勤する方はくれぐれも気をつけて。私も明日出勤なので気をつけて出勤したいと思います。いやー、明日大変だな、大変だな、明日やだな。靴どうしよう。長靴じゃないと無理かな、外。いやでも困ったな。靴が困ったな。まあでもなんとか頑張って出勤しよう。なんか雷止んだね。まさきさん、合点承知。うん、お互い気をつけて出勤しよう。ちかさん、たかこちゃん、スパッツ履いていかないと大変なことになっちゃうよ。そうだね。明日は、まあ、スパッツというか、もう、厚手のタイツを履いていく予定ですけど。団地妻さん、ヒールはまずいよ。うん、ヒールは履いてきませんね。長靴か、スニーカーだね。ヒールはまず無理よ、明日は。お客さん先だけどスニーカーで行く。朝は長靴かな。カバンにスニーカー入れていくかな。イレネッチ、停電で PC 落ちた。マジで停電とかしてるんだ。戻ってきてよかった。おかえり。もうなんかね、急にこんな大雪になるなんて予想もしてなかったからちょっとびっくりよね。あ、ガーモスだって。ガーモス今日月曜日だから終わってたっけ。まあいいや。あれもう青いガーモス終わっちゃったのか。ガーモス、赤いガーモス、青いガーモス、どっちだ。瞬間的に落ちた。あ、本当に。なんか不安定かもしれんね。私もさっき配信が落ちて、これ2回目だぷ。どっちなんだい？ん？どっちなんだい？明日は、明日は気をつけて出勤するんだよ。
もう出勤は確定だからな。行きたくないけどな。ね、調整がつくなら明日は在宅勤務にしたかった。まあ仕方あるまい。仕方あるまい。やるぞ。やるぞ、行くぞ。明日は。青いガーモス。まだ青いっす。あ、まだ青いんだ、ガーモス。そうか、そうか。え、今度のメンテまでかな。青がも、行ってる方頑張ってください。当分は多いのかな。次のメンテで赤くなっちゃうのかしら。青いガーモスかっこいいけどね。そうかい、そうかい。どうせいいものくれないからな。青くても赤くても。どうせ行っても何も出ねえ。悲しいこと。あ、そういえばなんかクリエイタークーポンもらってない方いませんか？もしまだもらってない方がいたら、あと4名様か。もうチャット欄に貼り付けるので、持ってってください。はい、こちらです。こちら、はい、こちら、このチャット欄に貼り付いているクリエイタークーポン、まだもらってない方いましたらぜひ持ってって奥生し、ご自由にお使いくださいませ。まだもらってない方ね、チャット欄のクーポンぜひもらってね。最後4つ、これでおしまいだぷ。今月のクーポン配布完了。ふう、ミッションクリアだぷ。なかなかね、配りきれんと大変よな。なんか配りきれなかったからといって何かしらのペナルティーがあるわけじゃないけどね。やっぱりせっかくいただいたものは有効に使ってほしいので、ぜひぜひ、まだもらってない方いましたら、このピン止めしているところからクーポン持ってってください。あと、もらい損ねちゃった方も、今月クリエイターさんいっぱいクーポンもらってる人いっぱいいたので、他の配信でも配ってると思いますので、ぜひぜひ今月クーポン配布配信してるクリエイターさんからぜひ受け取っていただければと思います。さあ、今日はエフェリアに戻ったら終わろう。明日ちょっと早めに起きて、早めに出発しないとな。少し時間に余裕を持って行動しよう。そう、明日は在宅勤務できたらよかったけど。またね、お客さん先に行かねばならんのです。悲しい。こういう時な、割と外回り多いと大変よな。仕方ないけど。さあ、エフェリアの近くまで来たぞ。青装備なんとかしたいけどな、なかなか。ランチズマさん、外回りは大変よね。そうよね。夏は暑いし、冬は寒いし、大変でございます。さあ、着いた。到着。さあ、今日の物々交換終了だぷ。あれ？よっ。くそー。また落ちた。落ちたよっ。あ、船を閉めてと。あれ？あれ？
人どこ？あれ？あれ？船の人いなくない？あれ？あれ？あれ？この辺にいなかったっけ？あれ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 ？セバスチャンもいなくない？あれ？ここってエフェリアだよね。またタカコちゃんゲーム壊した。これなんかおかしいね。その樽のところにいるはずですね。そうだよね。ちょっとエフェリアの船付き、あ、船の NPC いないんですけど、海のプロの人なんで、団地妻さん、隣の港にいない？そんなバカな。そこ場所違う？ここじゃなかった？場所違う？CC してみて。左右ある？ここ違う？あー、わらわら、そこだと思いますが、すぐ左側にあるよ、隣やね。確かに違う？どういうこと？あれ、なんかちょっとなんか連れ去られるわ。やめてやめて8年目です。8年目ですけど、あれ、どういうこと？ちょっと落ち着いて落ち着いた。何しとんの？なんか船に連れ去られそうになった。そこ同じ港が2つあるのでよく間違える。マジで？迷子スキル発動中。戦闘してないのに叫ぶ。だって連れ去られそうになったんだもん。ちょっと待って。魚スーツに着替えましょう。ちょっと。なんかセバスチャンもいないし。なんで？なんで？ここじゃないの？もう一つの桟橋の方。悲しみの8年目。船マーク押せばいいのでは？船マーク？後ろ見てみて。後ろ？後ろ、エフェリアだよね、ここ。ここ乗船、船マーク、これ、港が奥にない。港？港？ここじゃなくて？そのまま回れ右？偽の港に騙される。船を右に持っていくとわかります。右行こう。右？
ここから右？え、こっち？その右に見え、え？右って？こっち？え？反対？どこまで行くや？違う？え？違う？え、どういうこと？それは後ろ。なんでそっち？え？え？こっち？こっち？エフェリアここだよね。エフェリアここでしょ？だってエフェリアって書いてあるよ、右上に。ミニマップのとこにエフェリアって書いてあるよ。ヒロさん、頭痛いので出ます。おやすみ。おなすび屋さーい。お大事にね。青い炎、船の方。これ？ここは白い。あっち？灯台の方に行ってみて。あれ？青い方の船？あれ黒いね。え？右。え？右ってこっち？こっちは沖に出ちゃうよ。そっちにまっすぐ。え、そっち？え、こっち？アドバンスが止まってるとこ。アドバンスって何？この正面の船？奥の縦帆船いたとこの港。そうそう、黒い方の船。あの船に向かっていけばいいのか。そうそう。え？この船？この船？あれ？あ、いた。いた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 。あ、いたいたいた。あれ？そこがエフェリアの港です。あれ？さっきんとこ何？あれ？おかしいな。下船。ここで下船を押したらいい。はい。ありがとうございます。あ、いたいたいた。ありがとうございます。ふう、帰ってきた。帰ってきた帰ってきた。イェイイェイ。え、ヘッドや。あ、よかった。ちゃんといた。私もいた。はい。ちゃんと戻れました。ありがとう。さっきのとこ、フェイクミラーと。そうだね。あ、あそこ、ここにいたんだ、私。嘘、知らなかった。え、あった、こんなの前から。ちかさん、なぜ下船を押さない？押したよ。長い道のりだったぜ。何がええんどやよね。ちゃんと帰ってこれたから。ちゃんと帰ってこれたから、ええんどや。ありがとうございます。え、あんなとこあったっけ？前から。前からありました？じゃない。預ける。ふぅ。みんなからのツッコミがすごい。ありがとうございます。よいしょよいしょ。よしよしよ。セバスチャン。そうそう、セバスチャンがここにいる。で、頭はどうだったっけ？あれ？シャークのままだった。セバスチャンの隣だから、攻撃装備にしましょう。はい、お揃い。はい、セバスチャンとお揃いにしましょう。カエルの服だけに。チカさん、ずーっとある。あ、ずーっとある？さっきの？マジで？知らなかったよ。キャロトリーズさん、前からある。マジで？私初めてあそこ着いたかも。なんで今まで迷わず帰ってこれてたんだろう。逆に謎よね。ランチズマさん、あそこ行くと一瞬焦るよね。めっちゃ焦ったよ。知らなかった、あんなところがあるなんて。全く。
なんかの不具合かと思っちゃったよ。びっくりした。でもこれで猫は一つ賢くなりました。ありがとうございます。あ、ラブカミさん、こう猫いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。でも、もう終わりなんだ。ごめんね。ルーデンさん、ジェヒの罠。そうだね。なんか、騙そうとしてるね。いけないよね。やっぱり騙されちゃったわ。ラブカミさん、キノコキノコ、ありがとうぷー。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今週はちょっと平日配信難しいかもしれないけど、あ、ラブカミさんのバナナが痛いだぷー。できそうな時はちょこっとやりますので、もしお時間ご都合合いましたらぜひまた遊びにいらしてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ちかさん、あれだよね、初心者さんが見てるかもしれないから、わざとやってるんだよね。そうそう、そうだよ。わざとだよ。そうだよ。まさきさん、お疲れさん。みんなまたね、おやすみなさい。ありがとうございました。おなすび屋さーい。ゆきんこさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。団地妻さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。シャルトリューズさん、大丈夫。数日と言わず、明日には忘れてるから。なんかそんな気もしないでもないが。ラブカミさん、お疲れ様です。ありがとうございます。またよろしくね。モンゴルマンさん、おつねこぷー、ありねこぷー。ちかさん、おつねこ、ありねこ。シャルトリューズさん、おつねこにゃー、ありねこにゃー。みやびさん、おつねこもじゃにゃんぷー、ありねこもじゃにゃんぷー。サンドさん、おつねこ、ありねこ。ということで、平日できたらまたやるし、できなかったら土曜日の夜、700個叩く配信やりますんでね、ぜひ応援にいらしていただけると嬉しいだぷ。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では、またねー。ありがとうございました。